アゲインストミーは、フロリダ出身の4人組パンクロックバンド。1997年、フロリダで結成。2002年、アルバム、アゲンストメ、イズリインベンティング・アクセル・ローズでデビュー。2003年、2作目のアルバム、アゲンストメ、アズ・ザ・エターナル・カウボーイを、ファットレック・コーズからリリースする。2005年、3作目のアルバム、サーチング・フォー、エイフォーマー・クラリティをリリースする。 2007年、4作目のアルバム、ニューウェーブをサヤからリリースする。2010年、5作目のアルバム、ホワイトクロセズをリリースする。2012年、メインボーカルのトム・ゲイブルがトランスジェンダーを告白。今後は、ホルモン注射や手術を含め、ローラ・ジェイン・グレースという新しい名前で女性として生きていくことを発表した。妻と娘とは、今後も、 家族として暮らしていく予定。2014年6作目のアルバムトランスジェンダーディスフォリアブルーズをトータルトレブルミュージックからリリースする。2016年7作目のアルバムシェイプシフトウィズメをリリースする。オリジナルアルバム EP でもありがとうございます。